ゆっくりバナナ大福です。いや言うとしたら私。突然ですが、皆様の身の回りに、それっぽいけど、よく考えると違うもの、ってありますか？私はあります。カップ焼きそば、お前のことだぞ。カップでも焼きでもそばでもない。こいつは一体何者なんだ。科学にもこれは存在します。それは、質量保存の法則。実は、この法則、厳密には間違っています。これに気づいたのはアインシュタイン。質量がエネルギーに代わり消失することを発見し、質量は保存されないことを示してしまった。実際、核反応などでは測定可能なぐらい、質量が変化している。悲しきかな、学生生活でお世話になった質量保存の法則は、自然界の基本法則ではなかったのです。では一体、宇宙の基本法則はどうやって決まるのか。ふむ、気になるな。というわけで今回は、何が物理法則を決めたのか、と題しまして、保存則の謎を解き明かしてみます。マリサが、いや解説するのは確かい。これが、レクイエム、だ。では解説していこう。お願いします。さて、この宇宙はいくつかの物理法則が支配している。その中でも、特に根本的な定理が、保存則、だ。宇宙全体で、総量が変化しないものを決めているのが、保存則よね。ここからいろんな法則が導ける、物理法則の、種、みたいなものよね。いわば宇宙の前提と思われているこの法則だが、実は保存則を導ける数学の定理が存在する。え、そんなものがあるの？てっきり証明不可能な、神様が決めた宇宙の前提かと思っていたわ。1918年、数学者ネーターが発見した、ネーターの定理、だ。これは、過去証明された数学の定理の中で、現在物理において最も重要な定理の一つ、とまで言われている。ネーターの定理？そんなに重要な定理なのに聞いたことがないわね。あまり知られていないのは、ネーターが女性だったことも影響している。当時の科学界には凄まじい、女性差別があったからな。ネーターだって当初は女性という理由だけで教授になれなかったほどだ。かわいそう。で、どういう定理なの？ネーターの定理は、形に連続的な対称性がある場合は、それに対応する保存則が存在する、と言っている。どういうこと？ざっくり言うと、この宇宙において、対称性があると保存則があるよ、という意味だな。保存則って、エネルギー保存則とかのことよね？その通り。宇宙で一番根本的な定理であるエネルギー保存則を導く定理だといえば、誰でもこの定理の凄さが理解できるだろう。確かにすごい定理だわ。物理で言う、対称性とは、ある操作をしても変化しない、という意味だ。ではどんな対称性から何の保存則が導かれるのか見ていこう。例えば宇宙は、どこまで進んでも変化しない、これを、平身対称性、という。不思議な話だが、宇宙には端がない。無限に進める宇宙には、特別な場所などないことをこの対称性は意味している。まあ当然といえば当然ね。どこかに宇宙から脱出できる抜け穴があるわけでもないし。で、この平身対称性からどんな保存則が導かれるの？ここから導かれるのが、運動量保存則だ。え、なぜ？あんまりピンとこないんだけど。平身対称性とはいわば、物理現象を平行移動させても法則は変わらない、と言っている。理解しやすいように、平身対称性がない場合を考えてみよう。この時、物体を移動させると物理法則が変わってしまう。だから例えば弾き飛ばされた球がなぜか加速したりしてしまい、運動量が変化するわけだな。なるほどね。物体が運動中でも、場所によって物理法則が変化しないから、運動量が保存されるのね。また、この宇宙には上も下も左右もない。つまり物理現象は回転させても変わらないことを意味しており、これを、回転対称性、という。ここから導かれるのが核運動量保存則。また量子の世界には、ゲージ対称性、というものがあり、ここから宇宙の電気量の総量は変わらないという、電気量保存則、が導かれる。じゃあ、エネルギー保存則はどんな対称性から導かれるの？エネルギー保存則が導かれるのは、時間、の対称性だ。物理法則は時間が経っても朽ちたりしない。条件を同じにすれば、昨日行った実験と今日行う実験の結果が変わったりはしない。
でも、法則が時間によって変化しないことと、エネルギーに何の関係があるの？例えば、火力発電でのエネルギー変化を考えてみよう。火力発電は石油を燃やすことでタービンを回し、電気に変えている。エネルギー的に考えると、化学エネルギー、熱エネルギー、電気エネルギーと姿が変わるわね。この時、物理法則が時間によってコロコロ変わると、どこかの段階で別の法則が適用されて、エネルギーが急に増えたりしてしまう。このような現象が存在しないから、全体ではエネルギーは保存されるわけだ。はい、なるほどね。さて、絶対的と思われる、このエネルギー保存則、実は議論の余地がある。先ほど言ったように、このエネルギー保存則は、宇宙の時間の対称性から導かれる。しかしよく考えてみてくれ。時間は本当に対称なのか。え、対称じゃないの？過去も未来も存在しないってこと？時間は幻想だったの？いや、そういうことじゃない。過去も未来も確かに存在する。が、宇宙には始まりがあることもわかっている。宇宙とともに時間が生まれたわけだから、時間は空間と違い、橋、があるんだ。未来へは無限に行けるのに、過去への遡りは有限。果たしてこれは対称なのか。ああ、言われてみると確かに。さっきまでの空間の対称性は、物理法則や現象を、宇宙のどこにでも適用できるという話だったけど、時間だけは、そうはいかないのね。宇宙誕生の前に、物理法則がどうなっていたのかなんて誰にもわからないものね。つまり、宇宙全体を一つの形だと考えたときに、そのエネルギー保存則は絶対的でないと考えることも可能だ。え、エネルギー保存則って成り立たないかもしれないの？しかしこれは悪い話ではない。なぜならすでにエネルギー保存則に反するエネルギーが提唱されているからだ。これをダークエネルギーという。ダークエネルギー？ダークマター的なもの？まあ理論上のものという意味では一緒だな。物理やはわからないものをダーク、暗黒と名付ける風潮があるからな。へえ、じゃあきっと物理学者って不倫相手の着信をごまかすときにも、身に覚えがない。これはダーク着信だ、と言っているでしょうね。さて、この宇宙は加速膨張していることが知られている。この原因とされるのが、天下り式に考えられたエネルギー、ダークエネルギーだ。宇宙が膨張してるってことは、宇宙ってどんどんスカスカになってるってこと？その通りだ。物質やダークマターは宇宙が大きくなっても増えることはないから、密度はどんどん薄くなっている。まあそりゃそうよね。しかしダークエネルギーだけは薄まらない。体積が増えると、なぜかダークエネルギーも増えていることがわかっている。え、じゃあ増えた分のエネルギーはどこから来たのよ？わからない。この謎のエネルギーは保存則に従わない。これは奇妙なことだが、ネーターの定理には矛盾しない。時間に原点があるなら、エネルギー保存則が成り立つことは宇宙の絶対的な法則ではないからだ。宇宙の意味不明さってすごいわね。ではさらに不思議な話をしよう。ここまで話してきたように核物理法則は、宇宙の対称的な構造から導き出されている。しかし、実はこの対称性、なぜか一人でに破れることがあると知られている。これを、自発的対称性の破れ、という。これを発見したのはなんと日本人、南部陽一郎という物理学者だ。え、じゃあ昔はもっと宇宙は対称的な構造だったってこと？そうなるな。対称性の中には破れうる対称性があるんだ。例えば、このような、ワインボトルの底のような対称性だ。これは回転しても全く同じ、回転対称性の一例だな。ああ、確かにこれも対称的な構造ね。ただ、この上に乗っているボールは勝手に滑り落ちるかもしれないことが想像できる。これが自発的な対称性の破れ。ボールがエネルギーの低い状態を求めて元々の対称性を破ってしまうわけだ。エネルギー的に不安定な対称性があるのね。このエネルギーと対称性の関係の代表例は、鉄から磁石を作る方法だ。磁石の作り方？ああ。磁石の原料である鉄の中には多数の電子が存在している。しかしそれぞれの、電子はバラバラな方向を向いているから、このままでは鉄は磁石にはならない。鉄が対照的な状態ね。そこで鉄を熱し、別の磁石をくっつける。すると鉄の中の電子の向きが揃い鉄が磁力を帯びる。このまま冷やせば電子の向きがそのままになり、磁石が完成する。へえ、磁石ってそうやって作るんだ。温度が下がって、電子の向きの対照性が壊れてしまったわけね。さっきの例で言うと、ワインボトルが鉄で、ボールが電子の向きみたいな感じね。
このように温度が下がる、エネルギー状態が低くなることで対称性が破れることを、装填位、という。でもね、マリサ。磁石の話は理解したけど、本当に宇宙みたいな大きな規模で、対称性が破れるなんてこと起こるのかしら。実はすでに宇宙は何度かの装填位が起こっていることがわかっている。宇宙では過去に、いくつか対称性が自発的に壊れていることが知られている。マジ？最も代表的な自発的な対称性の破れは、ビッグバン後の装填位だ。ビッグバンという超高温の火の玉は、宇宙が膨張するにつれ、温度が急激に下がった。これにより、ビッグバン宇宙での素粒子内の対称性が壊れてしまった。宇宙がガラッと変わったのね。この際、この宇宙に、質量、を生み出すヒッグス場が生じ、いくつかの素粒子が質量を獲得してしまった。へぇ、じゃあビッグバン時の宇宙って、すべての粒子が質量ゼロだったのね。すべてがゼロ、すごい対称性ね。この装填位により、質量を獲得した素粒子、と、獲得しなかった素粒子、に分かれたことにより、宇宙に存在する力も分岐してしまった。三つしかなかった力のうち、ある一つの力だったものが、電磁気力、と、弱い力、に分かれてしまった。あとの二つは重力と強い力ね。ただ、物理界ではこの四つすべては、もともとは一つの力だったのではないかと噂されている。三度の装填位により、力が四つに分離してしまったのではないか、と予測されているわけだ。実際、弱い力と電磁気力はもともとは同じ力だったことが、理論的に完成されているからな。じゃあ大昔の宇宙には力は一つしかなかったってこと？あくまで予測だがな。原初の宇宙にあった力は一つだけ。極めて対称性の高い、単調な宇宙だったのかもしれない。すごいスケールの大きな話になってきたわね。自発的対称性の破れは、物理法則の多くは対称性を持つのに、なぜこの世界はここまで複雑なのか、に対する一つのアンサーと言える。世界を支配するシンプルな法則から生まれるのが、ここまで複雑な世界になるとは驚きだがな。というわけで解説はここまでだ。まとめると、保存則は、宇宙の対称性から導かれる。ただし自発的対称性の破れにご注意を。宇宙の神秘を感じてもらえたなら幸いだ。サンドウィッチマン、伊達みきおは言いました。カロリーは真ん中に集まる、ドーナツは真ん中が空いているからカロリーゼロ。カロリーゼロ理論じゃん。ビッグバン宇宙、その素粒子には、未だ質量が存在していません。すべてがゼロ。もしかすると、カロリーゼロ理論提唱者である伊達みきおは、ビッグバン宇宙の生き残りなのかもしれませんね。伊達みきお、未だビッグバンから抜け出せていない説。ご視聴ありがとうございました。高評価もよろしく。